XSB-2D BTD デストロイヤー飛行する BTD-104963 号機 BTD デストロイヤーはアメリカ合衆国のダグラス社が開発し第二次世界大戦中アメリカ海軍が短期間運用した艦上爆撃機である。愛称のデストロイヤーは破壊者の意である。当初は XSB-2D デストロイヤーとして開発されていた。 1940年から建造を開始した新型航空母艦に搭載させる爆撃機としてダグラス社は海軍により XSB2D として1941年6月に発注を受けたダグラス社ではエド・ハイネマンを主任設計者として単発、複座、前輪式の爆撃機を試作に着手したこの機体はアメリカ海軍の艦上機としては初めて操流翼を 採用し、前輪式の機体に爆弾層のスペースを確保するため逆丸式の主翼を有した。しかし、試作機の製作が遅れ、完成した機体が初飛行したのは1943年4月のことであった。その直後、海軍は、艦上急降下爆撃機と艦上攻撃機の役割を統合した、新しい艦上爆撃機の構想を打ち出した。これは、 後部の防御用武装を廃止し短座の機体とするというもので海軍は XSB2D をこの仕様に改めることを条件に BTD-1 として345機発注した短座仕様に改修された BTD-1 中にてテストに用いられた機体ダグラス社では製作中だった XSB2D の2号機を短座仕様に改めるとともに 量産機の開発に着手した。短座化にあたっては、コクピットを短座用に成形したほか、尾翼形状の改修などが行われた。BTD の1号機は1944年3月に初飛行した。しかし、この頃ダグラス社では同じく、エド・ハイネマンの設計による、新艦上爆撃機、XBT2D の開発に着手しており、海軍も戦争の結果が見えつつあったことと、 BTD 自体の操縦性があまり良くなく艦上での運用が難しいと予想されることから量産発注は25機のみとし、残りはキャンセルとなった。生産機は訓練や試験に細々と運用された。これとは別に BTD をレシプロエンジンに加え、ジェットエンジンを搭載し、混合動力化した機体の開発も行われ、XBTD-2 と名付けられた。 これは1944年5月に初飛行に成功したが、ジェットエンジンを使用しない時は時速 350km 以下の速度しか出ない上、ジェットエンジンを搭載していることによる速度の増加がほとんど見込めず、他にも問題も多かったため、計画は破棄された。BTD-1、ウォーサンダー、アメリカツリーにおける課金機体として BTD-1 が登場する。 ワールド・オブ・ウォーシップス空母に搭載可能な、感情爆撃機の一つとして、BTD-1 が登場する。戦艦少女 R ・レキシントン級航空母艦、レキシントン、サラトガの初期装備として、BTD-1 が登場する。アズール・レーン蒸気と同様に、レキシントンとサラトガの初期装備として、BTD-1 が登場している。P23 から27、ファイルナンバーサンジャー。 俺たちって何だったわけダグラス XSB2D-1、BTD-1 デストロイヤー。ありがとうございます。